はい、それでは皆さん、ニコチャンネル始まりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は、ですね、2月の27日に開始しました、長野県松本市の、はい、署名について、はい、お話ししていければと思っています。署名をですね、開始してから、今日で、8日目になるんですけれども、うん、大体こう2万6500筆ぐらいのご協力をいただいています、うん、はい、ご協力してくださってる皆さん本当にありがとうございます。無麻酔で帝王切開をしたっていう、その殺傷罪において、はい、まあ、無罪を主張しているっていうとんでもない主張だと本当に思うんですよね、うん、不適正使用のね、はいはい、まあ、そういったこう軽微な罪で終わらせてしまうような事件じゃないと、はい、いうことで、やはり殺傷罪に問うべきだと、はい、いうところで署名を集めておりますが、はい、そうですね、はい、連日京都でも無資格者の帝王切開で逮捕者出ましたよね。そうなの、京都府下の、京丹波町だったかな、はいはいはい、ね、確かね、そう、そこで犬の、はい、繁殖をしている夫婦です。夫婦が逮捕されて、まあでもそれって内部告発だよね、違うのか、まあ、内部告発があって行政が入ったんだよね、実はうちにも問い合わせが来てた、ね、そうかそうか、相談が来てたのね、はい、それででもその本当に1回目 その相談だったから、うん、それが本当にどのくらい確かなもので、うんうんうん、どういう状況なのかっていうのをもっとこう私たちが把握する必要があったから、いろんなこと質問を書いてた時だったんです、うん、そうしたらいきなり逮捕の一報が入ってびっくりしちゃって、あれもしかしてあの問い合わせ来たところと思ったらやっぱりそうで、そうなんだよね。だからなんか私たちって長野の松本の事件ですごい驚いて、こんなことがあるのっていう感じだったじゃないですか、うん、あ、だからそれがいかにあの事件は氷山の一角ってずっと言ってたけど、やっぱり本当にそうで、はい、これがもう本当にあの状態化してるっていうか、無免許でその素人が帝王切開をやってしまってるっていうね、ブリーダーがね、とんでもない話、これがもう普通のことに多分なってるぐらいの勢いで横行してんじゃないかなと思う。そうなんです、だからね、改めて思ったね。特別なことじゃなくって普通にやってるのっていう、ちょっと恐ろしさをすごい感じたんですよ、ね、だからあの法改正の時あの一文ができた、ね、あの獣医師による、そうそう、あの帝王切開しか、うん、じゃないといけませんよ、うん、やあえて、いや、そもそもその獣医師じゃないとそんな手術しちゃいけないの当たり前なのに、はい、にもかかわらずわざわざ獣医師しか帝王切開しちゃいけないってあの一文がついたっていうのがもう本当に私はすごい不思議だったんだけど、書かないとやっちゃうからってことですよね。そうそう、でなんか書いたことを変になんかこう利用してね、今からダメになったみたいな、ね、法改正した後は樹脂じゃないとダメになったんだけどみたいな感じのことを長野のあの裁判でも言ってたでしょ、はい、いやいや違いますから、前からダメだから、前からダメですけど、あなたたちが普通のことのようにやるからあの一文ついたんですよねっていうね、はい、だから本当に横行してるっていうのが改めてね、あの京都の事件って私もすごい思ったの。だからなんか本当に恐ろしいなと思います。あのどういう心理してんだろうねっていう、ね、だって署名 の文言にも書きましたけど、やっぱりその妊娠したあの出産まで行く大事な時期を乗り越えたお母さんのお腹をああやって切って出すって、もうなんていうんですか、もう本当にもう人道に反してるし、はい、なんだろう、普通の、まあ、心ってものがあったらとてもじゃないけどできることじゃないから、やっぱりああいう人たちにとってはその動物は本当にただのものでただのお金になる商品っていう感覚しかないんだろうなって、自分のいろんな知識不足、その主義のその技術不足でね、何かミスって死んでも、まあ、何とも思ってないからやるわけでしょ。
恐ろしいですよね。いややっぱもう本当に何も悪いけどこう共有できないそういう感情がそういう類の人とは。どうしてそういうことができるんだろうって。すごいよね。ぬいぐるみがね、手がちょっとほどけちゃったから縫ってあげるとか、もうそんな感覚でやってるような感じじゃないですか。恐ろしいなと思う。しかもそういう妊娠してるお母さん犬のお腹裂いてって、うんうん、その女の人っていうかワンちゃんはメスって言いますけれども、その女の人の体に対するその妊娠とか出産とかするその女の人のなんていうんでしょう、その仕組みっていうんですか、生命の神秘とか、そのなんていうんでしょう、すごい難しいことをするわけじゃないですか。人間ももちろんですけど、動物だってそうやっていろんな奇跡があって、そういう命の誕生っていうのがあるのに、それをもうなんていうんですか、こう本当命の冒涜と母に犬に対する冒涜、本当にそう、命とかもうね、母体とかもう全て、そうそうそう、その本当にこうね、神秘に対するね、生命の神秘に対する冒涜だよね。冒涜です、もうありえない。もうなんていうかな、クズ中のクズだよね、うん、自分だってお母さんから生まれてきたんでしょって。本当にすごい、それなのにそのお母さんのお腹裂くんですかっていうのが、どう思う、もうなんかもう何とも言えない恐ろしさを感じますよ。相談者の方が行政にももちろん通報してらっしゃったと思うし、はい、まあそれで行政が動いて警察に通報したっていう理解でいいのかな。そうなんです、あれが事件化したっていう。警察にも連絡してて、でも警察の方ではあんまりいい動きじゃないって反応なんですっていうのは聞いてたんですね、うん、このままだと逮捕もないし、その業務取り消しとか停止って書いてあったかな、それもないかもしれないっていうふうに言ってって書いてあったから、それはちょっとおかしいんじゃないと思って、なので詳しいことを教えてくださいって言ってた矢先の逮捕だったんですね。それでその後も確か1回、お電話かメールか何かいただいたんですけれども、多分今も警察案件になって、警察がもう同愛法違反の疑い逮捕したっていうふうになってるから、警察がいろいろ捜査してるところじゃないですか。だからもし他にも情報があるんだったら、うちじゃなくて警察にそのまま全部言ってくださいっていうふうにお答えして、うん、あ、分かりましたみたいな感じだったんで、今多分だからつい最近のそのニュースだったんで、まだその処分結果は分からないんですけども、きっとまたしばらくしたらどうなるか処分が決まるか、もしくはだからもうぜひとも公判請求して裁判に持ち込んでいただけたらいいなっていうふうに思います。やったことが事実であれば、本当に長野県松本市のその事件と同じなので、もうだから何匹もやってるわけじゃないですか、きっと1匹や2匹の話じゃないわけで、だから今回我々もその5年以下の懲役、殺傷罪は5年以下の懲役なんだけれども、5等分しか増殖がなかったという、もう5等以上やってるんですが、と、うん、いうことで併合罪として、うん、まあ、その 1×1.5 それを求める署名ということで、うん、我々は7年6月以下の懲役で、まあ、署名を集めているっていうようなことになっているんで、なんとかこれをですね実刑に持っていきたいっていう、はい、いや本当に実刑にすべきものすごい重い罪を犯してると思うもん、うん、そんななんか動物の命を救うために帝王切開したとか、もうふざけるなっていうような話だったじゃない、うん、いや本当にありえないし、まあ基礎事実はまあ5等のね帝王切開ね、免許の帝王切開だけれども、本当に証人の話の中では、うん、もうその前からずっとやってるってことは明らかだったでしょ、ね、だからもう5等以上やってるってことはもう何年も何年も続けてやってるってことは、もうこれは本当に事実なわけ でしかもなんか帝王切開はもう今やらないと母体が危険だから、うん、しょうがなく救うためにやったっていうけれども、うん、その後例えばお腹から内臓が見えちゃって、うんうん、その時も病院連れてかないんだよね、病院連れてかないで自分で縫合した、いやその時出産関係ないじゃない、なんでその時にだって連れてがないのっていうことで、今取り出さなきゃ危険だっていう理屈はもう崩壊してるよねって、うん、だからどんな状態であっても医者になんか見せず自分たちが、うん、で縫ったり
こう切って出したりとかしてるっていうのはもう日常的にあったわけで、もう殺傷以外の何にものでもないよって。本当に不適正使用、そして犬に苦しみを強いて、ね、コストを下げてもう大きな利益を上げてるっていうね、もうこれが本当に繁殖屋の、まあ、実態じゃない、ね、どこ見渡してもそういう、こう大量にこうあの犬とか、ね、猫を抱えてるっていう繁殖屋っていうのはもう本当にそうで、ブリーダーなんて呼べないわけで、本当に繁殖屋なんだよね。もう本当にだからなんていうの、もうこういうものがもう存在していることがもう社会としてありえないから、長年にわたりね、どれほどの犬たちがもう悲惨な苦しみの中、死んでいったか、また今もね、はい、あのその後遺症でね、はい、苦しんでるかってことを考えると、はい、本当に軽い罪で終わらせちゃいけないし、はい、絶対に実刑にすべき、はい、実刑に値する本当に大変な犯罪を犯してるんですよ。もう本当にそれ確信してます。ですから本当にあの実験にしたいってもう心底思ってるので、皆さんご賛同いただいてですね、ぜひあの署名をしていただき、多くの、ね、周りの方々にシェアいただければと思います。あのぜひよろしくお願いいたします。